安楽金道安楽金道安楽金道から1932年4月12日は、日本の内務官僚、政治家、県知事、貴族院議員、警視総監、実業家、近警官志向。薩摩藩士、新色一角の次男として、薩摩国級、はじむ軍木入れ豪中名村六区に生まれ、安楽金道の養子となる。明治4年4月、御新兵長子として上京。 1873年10月に除隊式教したが、1874年11月に再上教した。1875年3月、警視庁警部補に任官。以後、石川県三島警部県金沢警察署長、石川県警察本署長、警視庁品川警察署長、高知県警察部長、熊本県警察部長、熊本県初期官などを歴任。 1896年12月、山口県知事に就任。以後、福島県知事、岐阜県知事を経て、1899年4月、内務省警保局長となる。1900年10月に、警視総監に就任し、1901年6月まで在任。1904年8月22日、貴族院直選議員に選出され、交友クラブに属死死去するまで在任。 1914年4月21日、近景官志向を仰せつけられた。その後、警視総監に3度再任され、合計4度、警視総監を務めた。警視総監の再任経験者の中では、最多再任回数である。1915年7月から1921年5月まで、大日本人造肥料株式会社会長を務めた。その他、 警察監獄学校賞議員、日本大博覧会評議員、体操士事務官、大礼士参与官などを歴任した。ありがとうございます。